はい。じゃあ、この文字か5番行きましょう。2020年では1回全体記述模試です。fx を次の式で定めると。fx イコール 2x3 乗足す 3x2 乗引く 12x。1番、fx の増減を調べて極値を求めなさいと。2番、k は実数の定数とすると。x の方程式 fx イコール k の実数解はただ一つであり、その実数解を α とすると α は大なり0であると。1番、k の取り入れる値の範囲を求めなさいと。 2番、アルファの取り得る値の範囲を求めなさいと。3、F、fx イコール k のアルファ以外の2回は虚数である。じゃあ、この虚数は強約ですね。で、この虚数回の実,実部の取り得る値の範囲を求めなさい。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ10秒後で行きましょうか。はい、じゃあ行きます。えっ、ー、と、まず fx こうね。 で、微分します。そしたら、6カッコ X たす 2X ひく1。ということは、F'X イコール0のとき、マイナス2と1だから、増減表こうなります。こうね。こうしようか。はい。増減表こうなりました。そうしたがって、これ、じゃあ F のマイナス2と F の1を求めればいいですね。じゃあ、極大値は F のマイナス2イコール20。で、極小値が F の1で、えっ、ー、と、マイナス7となります。この中にね、入れてください。はい。じゃあ、これが1番だ。 で続いて2番,2番は今の y=fx と直線 y=k が共有点をただ一つだけ持てばいいのでじゃあ今 y=fx こうでしたと。で y=k はこうね。で共有点をただ一つ持ってばいいとこういうふうな図になってればいいと。じゃあその共有点が x が x 大なり0。ロ共有点ここね。y=fx と y=k。y=k はこれだったとしたら、えー、こう共有点プラスですね。 ということは y イコール fx の外形がこうなので、じゃあ回答は k 大なり20か。k 大なり20。だからこの k が、えっ、ー、と、20よりも大きく、上に行けば、こう、えっ、ー、と、一つの回、プラスのね、一つの回を持つことになるいいかな。じゃあ回答は k 大なり20。こうなります。いいですかね。ここまでが、2の1ね。はい。で、ついて2の2。今度は、 fx イコール20で解いてみましょう。20ってこの極大値ね。解いてみると、えっ、ー、と、x がマイナス2と2分の5が出ます。x がマイナス2ってことが接線だから、まあ、これ、えっ、ー、と、1回になっていると。と、えっ、ー、と、2分の5ね。いいかな。そしたら、2分の5ってここね。はい。で、えっ、ー、と、ね、あ、これ間違えた。x 足す2か。はい。えっ、ー、と、これマイナス2ね。はい。じゃあ、今、グラフこうなってると。 で、えっ、ー、と、アルファがこの辺に来ればいいので、えっ、ー、と、ということは、アルファ大なり2分の5か。だから、えっ、ー、と、あの問題文がアルファの取り得る値の範囲だから、その実数解が、そうですね、アルファの取り得る値、だから、図のようになってくれればいいと。ということは、この二分の5、α っていうのア x 座標のことだから、えっ、ー、と、2分の5より右か、見えと解答 α ダイ大なり2分の5ね。いいかな。 じゃあ、続いて3番。じゃあ、fx イコール k で解きます。じゃあ、これでいいですかね。で、この2つの虚数解は互いに共役だから、x イコール、じゃあ、p プラス qi としましょう。あ、p プラ,プラスマイナスね p。p プラスマイナス qi ね。としましょう。じゃあ、解と係数の関係から、えっ、ー、と、 アルファ足す P 足す QI 足す P ひく QI はマイナスこれ分のこれだからマイナス2分の3ねで、えー、とこれで P イコールに、まあ、これだと消えるから P イコールに変えるとマイナス2分の1アルファひく4分の3とで先ほどアルファ大なり二2分の5だったからいきますよえっ、ー、とこれとこれを合わせると、まあ、まずマイナス2分の1倍マイナス1倍 マイナス2分の1かけますね。そしたら、マイナス2分の1、アルファ小なり2分の5かけマイナス2分の1。つまり、マイナス4分の5になると。で、それに、4分の3引いてください。4分の3引いて、4分の3引いたらこうと。で、こいつがもう P なんだから、P 小なりマイナス2ね。P 小なりマイナス2。ということは、えー、答えはマイナス2未満と書いてください。マイナス2未満ね。はい、じゃあそこまでです。